はい、というわけで始めていきます。はい、改めましてこんにちは、上原拓也です。今日は皆さんにご報告があります。この度湘南ベルマーレフットサルクラブを、退団することになりました。僕は小学校3年生の頃からこの湘南ベルマーレフットサルクラブ、もともと前身のロンドリーナ PSTC ロンドリーナのフットサル、そこの、フットサルスクールに通い始めて、そこから、約12年間、このクラブがお世話になりました。まずは本当に、この、ね、在籍した、時間でたくさんの人に、支えてもらったこと、たくさんの人に応援してもらったこと、まあ、本当に一選手として本当に幸せなことだと改めて感じましたし、本当に皆さんの、声援支えが力になりました。本当にありがとうございました。全日本選手権に向けて、僕は湘南ベルマーレフットサルクラブの一員として最後、素晴らしい形でこのチームでの、キャリアを終えることができればと思っているので、引き続き、見守っていただければと思いますし、まだ僕はもう全日本選手権で優勝するっていうことにしか今集中していないです。で、もちろん選手は今後も続けます。今後のことは改めて報告ができればと思っているので、今日はその対談をするという報告だけ、しておきたいと思います。応援してくれた皆さん本当にありがとうございました。また頑張っていきたいと思うので引き続きよろしくお願いします。